落語研究会は、部活動、クラブ活動、サークル活動の一つである。落語の鑑賞や研究を主とするが、実演や興業などを行う場合も多い。略称は、お知県。当初は、落県と読まれていたが、ある時期から、ゆとを読みされて、お知県と読まれることが圧倒的に多くなった。お知県と表記されることも多い。早稲田大学で、小沢昭一。 大西信幸、加藤武志らが落語研究会を創設したのが落語研究会の創始である。小沢や加藤の卒業後に活動は一旦途絶えたが昭和29年頃から復活、寺岡安隆や石川英役などの協力も得て、プロの若手系の落語家を招き落語会を開催するようになる。組織ごとにサークルは存在するが大学の部活動、 クラブ活動、サークル活動が特に知られている。プロ落語家によって指導されることも多く、プロ落語家の供給源ともなってきた。アマチュア落語といっても、現役大学生が所属する落語研究会と社会人を中心としたテングレンとのつながりは少ない。大学卒業後、アマチュアとして落語を続けるためにテングレンに入会するケースはある。 落語研究会がない大学の学生が落語の腕を磨き交流するために他大学の落語研究会に席を置く場合もあるが、コンテストなどに出場する場合は、あくまで入学した大学の所属で出場する。早稲田大学落語研究会出身である、サンキュー達夫がキュレーターを務める渋谷落語では、一般料金、学生料金とは別に、割安なお知見料金を設定している。 1966年5月、野村正明が14の大学の落語研究会を組織して、全関東大学落語連盟を結成した。略称は、全落ち連。全学連の文字理である。機関誌、落語を発刊した。野坂明幸が小説化している。それとは別に、2005年、関東地県連合が結成された。また、2011年に、東海地区では、 東海オチン連合が結成された。1950年に結成された東京大学落語研究会は落語の研究で知られている。OB たちは東大落語会という名で組織され、今日まで以下の研究書を出版している。他に東京大学落語研究会、OB 会名義で、他代表格の山本進の単独著書は多数出版されている。 地域おこしや学生の才能の発掘の一環として、落語研究会所属の学生を対象とした全国規模の大会が開催されている。全日本学生落語選手権、昨年対象岐阜県岐阜市が2004年より毎年開催している。岐阜市は落語の祖、安楽安昨年の出身地であり、笑いと感動のまちづくり運動の一環として行われている。 NHK テレビでも放送があり、優勝者には昨年大賞が贈られる。入賞を経て、卒業してからプロの落語家となった者も,も多い。天ヶ崎お地検選手権兵庫県天ヶ崎市主催。天ヶ崎は、桂米朝、ダウンタウンをはじめとしたお笑い芸人ゆかりの地である。ことなどから、新人お笑い天ヶ崎大賞とは別に、2015年より、 市内の近松記念館で開催。関西を中心とした大学の落語研究会から書く、大学代表者一人が出場。学生落語王者決定戦ト式配岐阜県岐阜市で、園芸プロモーターの男性が2010年から2018年まで、毎年夏休みに16プラザで開催していた。昨年対象とは異なるトーナメント方式による対戦方式。 講座内容の自由度が大きく、大谷皿屋敷、万獣大帝国、竹本拓太優などの移植の才能が発掘された。2019年、主催者の男性の不祥事による在宅キスを受け、以降開催が中断。ジュゲム杯学生落語選手権大会上起点式、杯の中止後、2019年の 広瀬杯の開催を経て、2020年より、東京都、清瀬ケヤキホールで開催。全日本大学生お笑い選手権大会から、お笑いインターカレッジ大学お笑い日本一、決定選手祭、全日本大学生お笑い協会2007年により、開催。全国学生落語新打ち大会院味島、宮城県石巻市が、味島にて2007年より開催していた。 決勝出場者には、入船達之助、劇団、地蔵中毒かマセケンタなどがいる。戸倉上山田温泉座学生寄せ選手権大会、小中学校の教科書で国語の教材として落語が取り上げられていることもあり、教育方面からの落語への関心は高まっている。課外活動としての落語研究会の活動は、今でも関東を中心に中学校、高等学校においても、 落語研究会もしくはそれに準ずる部活動が設置されているケースがある。ただ、愛好者単独での活動になることも多く、中心人物の卒業、移動とともに活動が終了することも多い。連合組織や他校交流会が開かれることは、ほとんどなく、中高生向けの大会や寄せも数が少ないため、外部に情報が発信されず存在が知られていない団体も多い。 中学校、高校のお知県は人口が多く寄せや落語会が多く開かれている関東圏に集中している。また、中学校や女子校にお知県が存在することは稀で、そのほとんどが教学もしくは男子校の高校に設置されている。落語研究会がある中学校、高等学校連合組織ほとんどの団体において他校との連合組織などは存在しないが、一部の 学校間では交流を深めている事例も存在する。全国の寄せ、落語大会等において、小中高生向けもしくは、小中高生の参加も受け付けているものは、以下の通りである。多数にわたるため、代表的な作品を記す。ここでは、新内以上を記す。落語のみならず漫才などもカバーする、落語研究会が多いため、お笑い芸人も少なからず輩出している。 ありがとうございます。